皆さんこんにちは。今日は人生研で患者さんからよく聞かれる質問を取り上げてお答えします。不安や疑問点がないようにしてから検査を受けたいですね。最後までお聞きください。人生研は腎臓病に関する貴重な情報を得ることができる重要な検査です。全国で年間約2万件行われています。腎生検には大きく分けて2種類あります。経費的腎生検と開放腎生検です。一般的に腎生検といった場合には経費的腎生検のことを言います。局所麻酔をして超音波を使って行うのが経費的腎生検です。経費的腎生検について検査前から検査後まで知っておきたいポイントを解説します。検査前に点滴のためのルートを主に腕の血管に留置します。通常検査前に抗菌薬や止血薬などを投与します。検査中に血圧が下がった場合や気分が悪くなった時にはこのルートから薬剤を投与します。点滴のルートが確保されていないと何かあった時にとても慌てることになります。検査中の緊張や止血のため背中からの圧迫で気分が悪くなり嘔吐することがあります。このため検査前の食事は中止します。腎臓は背中に近い位置にあるためうつ伏せの状態で腎生検を行います。腎生検では片方の腎臓のみから検体を採取します。左の腎臓から検体を採取することが多いです。腎生検ではまず超音波で腎臓の場所を確認します。しっかり皮膚を消毒した後に再度超音波を見ながら背中の皮膚から腎臓の表面まで針を刺す場所にしっかりと麻酔をします。次に皮膚を2から3ミリメートル程度切ります。これは後で小さな傷として残ることがあります。腎組織を取る針の太さはボールペンの芯くらいで長さは2センチメートル程度です。針を刺すとき痛みはありませんが背中を押されるような感覚があるかもしれません。針が腎臓の表面に達したところで合図をします。そうしましたら10秒前後の間息を止めます。その間に腎臓の組織を取ります。バチンとバネの音がしますが痛みはありません。この操作を数回行います。しっかりと息を止めることがとても大事です。検査が終了すると15分程度背中から圧迫します。検査は全部で1時間もかからないことがほとんどです。検査後は仰向けになり次の日の朝までベッド上の安静が必要となります。検査後の食事は寝たままの姿勢となりますが可能です。翌朝まで排尿や排便もベッド上で行います。排尿が困難な場合には尿道カテーテルを使用することがあります。次の日の朝から歩行できます。ただし再出血の予防のため階段を駆け上がったり腰に負担のかかる激しい運動を数週間は控える必要があります。重いものを持ったりすることも控える必要があります。このチャンネルでは大学病院で行っている腎臓病教室の内容をさらに分かりやすく解説しています。高血圧の合併症で亡くなったり透析になったりする患者さんを少しでも減らしたいという思いからこのチャンネルを始めています。ぜひよろしくお願いいたします。今日は腎生検についての頻度の多い質問を取り上げました。皆さんの
理解の助けになりましたでしょうか。腎生検を受けるときには主治医からその理由と目的をよく説明してもらってから検査を受けましょう。